皆さんこんにちは、203です。今日は油圧ディスクブレーキとワイヤー式の油圧ディスクブレーキの製造距離の比較をしたいと思います。方法としては、時速30キロで走って一定の位置からブレーキングしてどこで止まれるか、その距離を測っていきたいと思います。それぞれ5回走って計測していきます。ホイール、タイヤ、ディスクローターは同じものを使っていきます。それでは行きましょう。いかがだったでしょうか。普通の油圧ディスクブレーキの方が、制動距離はやっぱり短かったですね。ワイヤー式の油圧ディスクブレーキの方なんですけども、普通の油圧ディスクブレーキに比べて166センチぐらい、制動距離が長いことになりました。大きいと見るか、小さいと見るかは、それぞれだと思うんですけども、個人的な感想で言うと、リムブレーキからだとそんなに違和感ないぐらいの距離かなと思います。またいろいろな検証をしていきたいと思いますので、楽しみにしていてください。それではまた。